はい、東京 YouTube の平野です。12月にね、東京に行きますが、本当にね、この、肘のロックだとかね、足の膝のロックだとか、守る、体を守るためのシステムがね、あって、それを外すということで、本当にこう、今ね、この大成功してる感じなんですけども、でそうやって考えると、まあ脂肪ですね、いらない脂肪、逆に言うとなぜ脂肪がつくのかっていうふうに考えれば、まあ、例えばこうねじれていく内臓をね守るために、クッション的につけるという場合、まあ、他には例えば体がどこ冷えていく、内臓が冷えていくのに対して、それに、内臓脂肪として、まあ、冷えすぎないようにわざとつけているだとか、その、まあ、筋肉に対してあまりにもこう強くこう使いすぎるのを、まあ、それをクッション的にねつけているのか、まあ、何か結局あの体を守るためのシステムとして、脂肪がついていて、で、まあ、何をやっても取れないというふうに考えれば、これは本当に面白いことになるなっていうふうな、ふうに思っています。まあ、以前も、脳がその脂肪に対してこう意識がいってないという形でね、こうやると、まあ、瞬時にこう変わるっていうのは、まあ、やってきたんですけども、今回は、それだけじゃなくてですね、その守るべきものをまず調整して、で今度は、守らなくていいよという信号を、まあ、脳に送り返せば、これ本当に面白いことが起きるのではないかと今、ワクワク、ちょっとほくそ笑んでるんですけども、ね、そんな形で、体っていうのは結構本当に不思議な、本当に不思議で不思議でしょうがないんですけども、守るために、まあ、とりあえずそういうことも起こしてしまう、もしかしたら、癌とかもね、なんかそういう話を聞いたことがあるんですけども、まあ、そんなシステムの中でですね、皆さんが知らないことをね、なんとかこう追求して、そこまでは変わるけどそこから突破できないということの中で、そういったことを、守りすぎということがねあることが、分かり、そして、調整する方法をね考えつきました。東京もねまたそれをお見せすることができるのでね、ぜひよろしくお願いいたします。